でまず、福祉蒼太の件。えっと、彼はもともと僕はある女性から紹介してもらったんですけども、まあ、ワンオクのタカを介して、えー、すごく仲良くなりましたで。その後ですね、タカ主催というか、タカがみんなで集まろうって言った忘年会があったので、まあみんなで忘年会やりました。まあローラも来てましたし、山下智久も来てましたし、まあ、もちろん生き物メンバー佐藤健海はみんな来てました。で、その中で、えーまあ、たまたま僕のところに小沢美里から連絡来たわけですよ。で、美里から連絡来て、 ガシ何やってるって言うから、いや、今みんな忘年会、エビスのメデューサでやってるよと。で、行きたいって言うから、ちょっと一応いろんな女の子もいるし、ミサト自体がね、ちょっとやっぱりその、切られてる部分もあったので、あの、一応タカに聞いたんですよ。えー、小沢ミサトっていうインフルエンサーの子が来たいっていうの来てもいいかなって言ったら、いや、女の子来る分には全然いいよって言うから、あ、じゃあ呼ぶわ、つって、呼びました。で、ミサトが来た時に、まあ僕の目の前の席座ったんですけども、そのミサトを見つけた、えー、トリプレイのスカイハイの日高が寄ってきて、 まあ昔付き合ってたみたいなことを暴露し出して酔っ払いながら、まあ日高酔っ払ったらほんまにどうしようもないんで。んで、より戻そうかみたいな話をしながらなんか酔っ払ってバーしてたんですけど、まあ美里はちょっと嫌がってて、まあでも俺は見ながら面白いな思ってほっといたんですけども、それに対して美里が日高からちょっと離れるように席を離れていったんですね。じゃあ隣の隣にソー太が座ってたんですよ。でそのソー太の横に美里が座って、まあ草太と楽しそうに話してたんで、僕はそのまま無視して、まあ他の連中と楽しんでらして、そのまま忘年会は進んでいったんですけども。 そしたらですね、年明けの一発目かなんかのフライデーに、ミサトとソードが撮られたわけですよ。で、俺その忘年会で撮られたってい切と思ったんで、全員撮られてんちゃうかってなったんですけど、結局よく写真見たら、ミサトとソードがデートしてる写真で、で、それを見たときに、えっと、こんな簡単に付き合うんだってまず思ったんですよ。えっと、あったらそのまま付き合う ?2、3時間で何がわかんのと思ったんですよ、その人のことをね。で、プラスミサトは、 今まで付き合ってきた彼氏と全部週刊誌やられてるんですよ。だから僕らの周りの女の子とかも含めてタレントもみんな言ってたのが、まあ彼女がリークしてんじゃないかと週刊誌で、俺はもミサトすごい仲良くて古い付き合いなのでそんなこと思いたくなかったんですけども、今回のミサトとソータの写真を見た時に、サトこうやって写真撮ってソータのこと見てたんですよ。そんな写真はやっぱりね、撮られてるって分からんだ撮れないなって僕も思ったんですよ。 で、今回、ソータの話から僕は美里の話に触れたかったんですよ。で、この小沢美里という子はえ、僕が知ってる限り僕の周りの友達とめっちゃ付き合ってるんですよ。古くで言うと山本祐介です。で、祐介の後にジュノンボーイで優勝したこと付き合って、この子に関してはなんか美里と付き合ってることがバレて、バーニングクビになったらしいんですよ。めっちゃイケメンやったんですけど。で、その後が、えチャニョです。XO の。で、その後、えー、鈴木信之です。ノブ。LDH ですね。で、美里とノブが別れて、で、その後が多分ソータなんですよ。 で、ほんまにね、可愛い,いんですよ、ミサトは。今30歳なんですけど、もう20代前半に見えます。正直。で、これまた流れ玉になるかもしれないんですけども、子孫、いますよね、子孫ゅんと優が優の家で遊んでる時も、ミサトはしょっちゅう優に呼ばれてるんですよ。これは子孫が好きというわけじゃなくて、優がミサトのこと好きやったんですよ、めっちゃ。しょっちゅう呼んでました。で、その後、今よく週刊誌に出てるガンちゃんとの付き合いですよ。 で、実は、ガンちゃんの周りの人たちは、ミサトに対してあまりいいイメージがなくて、ガンちゃんと付き合うことに反対してたんですね、やっぱり。で、僕は、あるそのグループの中の一人の子から、えー、ミサトちゃんってどんな子って聞かれたから、付き合うのは全然いいと思って、ガンちゃんも好きなんやから、それはいいと思うけども、ただ一つだけ気をつけなあかんことは、なぜか付き合った人みんな週刊誌に取られるから、ガンちゃんに気をつけやって僕は言ってあげてって言ったんですよ、女の子として。そしたら、その後すぐ取られたんですよ、ガンちゃんのミサト。 でやっぱりね、歴代付き合ってきたのがみんなイケメンやし、全員取られてるんですよ。で、僕の憶測だけでもの言わせてもらうと、多分、先手を打って週刊誌に打って、それを見ることによって、ガンちゃんの周りの女の子を切ろうとしたんやろなって僕は思ってます、ミサトが。ガンちゃんの飲み会みたいなのがあるんですよ。そこにやっぱりミサトがもう起き出してすぐ付き合ったって言ってましたよ。うん、ほんまに天は二物を与えるというか、あんだけ綺麗かったらやっぱり誰とでも付き合えんねやろうなと思いました。で、実はガンちゃんと付き合ってる最中にもう一人いたんですよ。 美里が狙ってるのか、向こうが狙ってるのか、僕は知らないですけど、それがマッケンです。マッケン言うと、キス前の千賀くん分かります千賀くんとマッケンが一時仲良くて、ここに対して、えー、昔、塩田葉月っていうグラビアやってた女の子がいたんですけど、彼女と小沢美里がいっつも一緒に遊んでました。それぐらい小沢美里ってめちゃめちゃモテるんですよ。ありえないぐらい。多分皆さんの想像を絶すると思います。僕の周りでも僕が紹介したやつらみんな好きになってました。 まあもう、小沢美里さんすごいです。はい。インフルエンサーの飛び越えてると思います。タレントやったらいいのになと思うぐらい。あの、男心をくすぐるというか、上手なんですよ。男に甘えんのが。はい。それにやられた被害者が福士蒼太やっていう話を今日したかったんです。で、まあ蒼太の話から脱線いろいろしましたけども、まあ、その流れから小沢美里というこの話をしたかったんです。